はい、どうもご紹介ありがとうございました。またこのような機会を与えてくださいましたオーガナイザーの皆様に感謝したいと思います。情報システム研究機構のデータサイエンス共同利用基盤施設というところの、ライフサイエンス統合データベースセンターの後藤と申します。で、先ほど津川先生からご紹介していただきましたように、3年前まで京都大学の科学研究所におりまして、そこで結局の開発を金瀬先生と一緒にやってきたという経緯で、で、金瀬先生の代理という感じになったのかなと思ってるんですが、今日は結局の話はあまりせずに、ちょっと金瀬先生の代わりが私に務まるかどうかなかなか難しいところもありますので、むしろ割とデータベースの、全般的というか一般的な話と、我々が行っている少しデータベースの統合の話をさせていただきたいと思っています。それで大きく2つ、書いてますが、前半で、現状、バイオデータベース、これは、すごく一般的な背景と現状で、皆さんご存知のことも多いかと思いますが、復習がてら少し、現状について紹介していきたいと思います。で、その後、そういうデータベースが、どういうふうに利用できるかということを、結局のお話も若干含めながら、お話ししたいと思っています。それで、市場分析の話はそれほど、出てこないんですが、この話の中で関連するところを、関連するようなところを少し、追加しながら話していくという形で進めさせていただければと思っています。で、早速、話進めますが、バイオデータベースの背景と現状ということで、これ皆さんご存知のように、もともとその塩基配列の、データっていうのが爆発的に増えていきまして、これ下にあるのは、他のサイトから取ってきたものですが、シーケンシングのコストが、どんどん安くなってきて、シーケンスのデータが大量に出てきまして、ゲノムプロジェクト、メタゲノムプロジェクトをはじめとして、大量のゲノムデータが出てきている。で、そういう意味でデータが今どんどん爆発している状況になっていると。で、同じようにですね、質量分析の世界でも最近どんどんデータが増えてきてまして、今日、多分午後にいろいろ、招待講演の先生も喋られますけども、プロテオームのデータであったり、メタボロームのデータであったり、グライコン、動作のデータなんかが、視力分析結果からどんどん出てくるというような、そういうプロジェクトが増えてきて、やはりそのデータの爆発というのが、ここでも増えてきているという状況にあります。で、それに加えて、例えば、プロテオームのデータなんかだと、実験データを、そのまま、登録してジャーナルに載せるというような、データジャーナルというものが、最近増えてきていますので、そういうのも含めて、公開されるデータというのが、で、皆さんが使えるデータがどんどん増えてきているという現状になるとともに、様々なそのタイプのデータというのが特にバイオの世界では増えてきています。で、一方ですね、知識の爆発って書いてますが、いわゆるそのデータベースに入るデータ、実験データだけではなくて、そのパブメドなんかのその文献データっていうのが、パブメドをはじめとして増えてきていますね。パブメド3000万件以上のアブストラクトが登録されていますが、その中でも最近全文を公開されている論文っていうのが増えてきまして、パブメドセントラルとかバイオアーカイブなんかに、そういうデータが増えてきていると。で、パブメドセントラルも、すでに500万件以上の全文が公開されていて、そういう文献からどういうふうにデータを抽出してデータベース化していくかとか、こういうその他のデータとどう結びつけていくかというのが重要なポイントになっています。で、さらにそのバイオのデータの特徴として、そのすごく多様になっているというのがあるので、これは実際に数えているわけではないんですが、そのバイオのデータベース自体が、ちっちゃいものまで含めて、個人的に開発されているものを含めると、だいたい1万から2万ぐらいのデータベースがすでにもう存在するんじゃないかと。で、それに合わせて、いろんな解析ツールが出てくる。で、そういうデータをうまく、有効なものはうまく使っていくというようなことが必要になってくるというのが現状になっています。その
多種多様なデータベースがどれぐらい、整理されているかっていうのを、いくつかの、サイトが少しデータベースをまとめてくれているサイトがあるので、今これ2つ出しています。で、左側は、これ、JST の、バイオサイエンスデータベースセンターが作っているインテグバイオのデータベースカタログという、カタログサイトです。で、ここには今、2455個のデータベースが登録されていますが、それぞれのデータベースについて、細かいというか、簡単な概要の説明と、それがどういう、生物種の情報を含んだものであるとか、どういうデータタイプのものが入っているかといったようなものを、タグ付け、アノテーションして、整理しています。で、その中には、その、なくな、あの、現在も稼働してないものも含まれていますが、稼働中のものだけ取っても、2000近くのデータベースが登録されている。で、一方、その、NAR っていう、ヌクレックアシッドリサーチというデータベース、あ、ジャーナルで、毎年1月にデータベース特集号というものが出てますが、そこに、投稿された論文に書かれているデータベースであったり、それ以外にも、もう少し広くデータベースを集めてきて、まとめたサイトというのが、こういうカテゴリーに分けて登録されていますが、現在1637個のデータベースが登録されています。で、これ今年の、データベース一周に書かれていたものだと、このうち今350個がアクティブにアップデートされていて、65個が新しいデータベースで、で、もう更新されなくなって、アクティブじゃないものが、125個あるっていうふうに出てますが、こういうふうにその新陳代謝も激しいんですが、こういう、いろんな、データベースが開発されているという現状があります。で、さらにもう少し、話すと、こういうその大規模データとか、その研究データを共有しようっていう、動きもありまして、特にその大規模データに関しては、コンソーシアムなんかです。例えば、ガンゲノムプロジェクトであったり、ガンのプロテオンプロジェクトであったり、そういうその疾患関係の、ゲノムプロテオンプロジェクトなんかが立ち上がると、そこで大量のデータが、コホートのデータで出てくると。で、そういったときに、当然その共同研究で進めますので、コンソーシアムの中でも共有しますが、それと他のデータのも、を組み合わせていろんなモデル化をしたり、統計解析をするといったようなことが必要になってきますので、そういうそのいろんなコンソーシアム間でのデータのやり取りをするという必要性が出てくる。それから、よく言われることですが、研究成果を再現するために、他の研究者が検証するために元データがないと検証できないということで、これ研究データの公開というような動きも最近、増えてきています。で、それ、例えばどういうところから来るかというと、資金提供機関が、ファンディングするときに、このファンディングで、研究したデータは公開してくださいねという、今、科研費とかもそういうふうになってますが、そういう要請が出ていると。それから、塩基配列とか、プロテオームのデータであったり、それからタンパク質の立体構造のデータなんかはそうですが、論文を投稿するときに、出版社から、公開してくださいというふうに言われるというものがあります。で、そういうものがあるのと、国際的なそのデータベースセンターが、各国に作られていまして、そういうところがデータをうまくまとめて、大規模データとか研究データを共有できるような、仕組みが今できつつあるということで、こういうそのいろんなデータを組み合わせて使うという必要性が、仕組みを作るという必要性が出てきているという現状があります。で、もう少し、大規模なバイオデータの例を、お話しすると、これ先ほどお話しした文献データでいうと、米国の NCBI が、扱っているこのパブメドメドラインが、重要というか、有名ですが、現在その3000万教、先ほど言いましたが3000万教の文献情報が、メッシュって言われるその用語でタグ付けされています。で、そのうち今500万教がパブメドセントラルで、全文公開されているので、全文、これは計算機で扱えるようになっているということになります。それから、塩基配列データに関しても、これはかなり昔から、3局ですね、NCBI と、それからヨーロッパの EBI、それから日本だと DDBJ が
データを、まあ、それぞれのサイトから、で集めて公開して、データのやり取りをして、その3局すべてが同じデータを持つような形で公開するということを、まあ、やってまして、1990年ぐらいからも論文投稿時にデータベースの登録が義務化されましたので、まあ、データの流通が、まあ、この塩基配列に関しては、かなり前から進んでいるという状況で、まあ、こういう前の CBI のサイトから取ってきた、グラフですが、SRA のデータに関しては、こういう形で、指数関数的にデータが伸びているという状況になっています。で、もう少し言うと、まあ、先ほど加藤先生がお話しされた、タンパク質の立体構造データも、これはかなり昔から、蓄積はされてきていますが、まあ、現在、その、まあ、X 線結晶解析、その NMR の、実験技術もどんどん、発展してますので、これも先ほどの塩基配列と同じような感じで、米国と欧州と日本の、4つの組織が、これそのコラボレートリー、リサーチコラボラトリーというコンソーシアムを作って、データをまとめていて、これも論文の投稿時にデータの登録が必要という状況になっています。でそれ以外に、例えばその生物種ごとであったり、疾患ごとであったり、そういう単位で、まあ、データを共有するということで、そういう単位のデータベースというのも今どんどん、出てきていますので、まあ、そういうのをうまく組み合わせて、まあ、何度も言うですが、使う必要があると。であと、まあ、日本で割とメジャーなデータベースというと、まあ、先ほど言われた、まあ、ケグもメジャーなんですが、例えば、遺伝子発現のファントムっていうデータが理研で作られてますが、こういうのも割と世界中でよく使われているデータベースの一つ、数えられると思います。で、まあ、そんな中で質量分析に関係するデータベースが、まあ、実際いくつか、当然皆さん、いくつかあって、皆さんご存知のものもあるかもしれませんが、先ほどのデータベースカタログで、例えば質量分析とかいうふうに入れて検索すると、大体10とか20とか、まあ、データベースは、まあ、引っかかってはきます。で、ただそれ、まあ、個々の細かい、そのいろんな実験データを含んでいるものもありますが、割とコンソーシアムで、まあ、実験データを、集中的に集めるということをやっている、サイトが、プロテオム、セカメタボローム、まあ、グライコームに関してもあって、これも、午後の講演で少し、お話があるかもしれませんが、例えばプロテオムのデータに関しましては、プロテオムエクスチェンジコンソーシアムというところが、まとめて、データの流通を行っていると。で、これ現在、アメリカとヨーロッパと日本と、まあ、中国の、組織が運営している。今6つになってたかもしれません。で、メタボロームに関しても、メタボロームエクスチェンジという、やはり同じようなコンソーシアムが立ち上がっていまして、これ現在、4つのデータプロバイダーと書いてますが、メタボライトとメタボロミクスワークベンチとメタボロノートとメタボロミクスレポジトリ、という、まあ、この4つのデータベースを、取りまとめていますが、プロテオムの方が、これも多分、午後の石山先生のお話が、にでも出てくると思いますが、こういう形で、それぞれの、各国で、作られている、その、プロテオムのデータベースの、まあ、レポジトリですね、実験データを登録するサイトというのが、まあ、作られていて、そこで登録されたメタ情報なんかを、プロテオムエクスチェンジのサイトでまとめて管理して、まあ、ここで検索すると、それぞれのデータが、すべて見れるようになっていると。で、まあ、実際の実データは、それぞれのサイトに置かれていて、そこから取ってくることに、なるかと思いますが、まあ、そのスペクトラ ID の共通化の検討なんか、その割と、全体を取りまとめるというような役割を今果たしているような、形になっています。で、一方、そのメタボロームに関しては、そのデータ登録とか共有の枠組みとしては、これから、このメタボロームエクスチェンジでやっていくことになるのかどうかというところで、今から進んでいくような感じになると思います。で、グライコームに関しては、これは割と日本の、この後話される三浦先生も入っておられる、当社のコンソーシアム、グライトゥーカンであったり、その、
グライコスモスっていう、そういういろんなで、ぐらい、動作関係のデータベースを集めたサイトがありますが、そこで、データの登録なんかも行うように、していますので、そういう、動きが、こういうその質量分析の情報に関しても、最近徐々に始まっているという状況になっているということになります。で、そういうものを含めて、現在いろんなデータベースが、開発されているわけですが、先ほどちょっと出したように、そのカタログに入っているデータベースだけでも、2000近くあったりするわけで、それをどういうふうにこう使っていいかっていうのはわからない。で、割と大きいサイトの、バイオインフォマティクスの、メジャーな研究機関が作っているようなものに関しては、割と、信頼性があると考えて、かもしれないんですが、それ以外のものに関して、どういうふうにしたらいいかというのが別が難しい。で、先ほどの、インテグバイオのデータベースカタログに関しては、例えばそのアクティブかそうでないかというような話、指標というのが、一つの指標として作られて、付けられています。それから、もう一つの問題は、それぞれのデータベースで、例えば遺伝子の定義が違ったり、遺伝子の名前自体が、同じ遺伝子でも違う名前、別名が使われていて、そのどれとどれが対応するかっていうのを、辞書を作らないとわからないであったり、それから、データベースいろいろな、作り方がありますが、その、どういう属性にどういうデータを入れるかといったようなところでも、そのデータベースによっていろいろその使い方が異なるという、そういう、バラバラで、複数のデータベースをまとめて、使いたいというときにすごく困ったりすることが、多いわけです。で、そういうのを、解決していく必要があると。で、そういう意味でその今データ統合的な再利用が困難なため、それを解決するために、いくつかの、方法とか、いくつかの、データベースが、開発されているという状況だと、考えていただいたらいいと思います。で、これは直接は今日の話とは関係ないんですが、そのデータ公開の基準とか規則が曖昧ということで、もともとその本当は、大きいプロジェクトで、コンソーシアムなんかがやってるデータを、そういうプロジェクトで出てきてるはずなんだけど、資金提供元からのそのデータ公開義務っていうのが、ルール化される以前のものであったり、それからルール化されていても、なんか別特例扱いで、出さないとか、そういう状況もあったりするので、そういうデータをどうするかという問題は、別途あって、そういうその、割とその、ポリティカルというか、ソーシャルエンジニア的な問題というのも出てくるというところがあります。で、そういうデータは無理やり使わないという問題も、ことも考えられるんですが、その割と類似のプロジェクトで組み合わせて使いたいといったときは、使えると便利になるということがありますので、そういうところどうするかという問題も最近はあります。で、ここまでがデータベースの、背景と現状ということで、いろんなデータベースがあって、それを統合してどういうふうに使う必要があるかというのが、重要だというところを、お話ししました。で、データベース統合利用の必要性と事例ということで、この後少し結局の話を、かなり大雑把というか、全体像だけお話しして、で、その後ちょっと我々が行っているセマンティックウェブを使った、データベース統合の話を紹介させていただきたいと思っています。で、結局、ご存知の方も多いかと思いますが、これその対処ネットワークなんかの、システム情報、パスウェイですね。パスウェイの情報をメインに、それに、遺伝子とか、ゲノムの情報、それから化合物とか反応の情報を、統合して扱えるようにしたデータベースです。で、こういうその結局の、これ代謝マップっていうふうに言われているものですが、代謝マップというのは、酵素反応の、ネットワークなわけですが、これに、それぞれの酵素反応に、ゲノム上のどういう遺伝子が対応するかという遺伝子と関連付けて、生物種ごとに、どこがあるかというのを色付けて、表現するということをやってまして、現在、こういうその、元になる、
マップっていう代謝マップが200ぐらいありまして、まあ、ゲノムの数としては6600ゲノムを、こういうふうに、どの遺伝子が、この中のどこに対応するかっていうアノテーションをして、データベース化しているという、ものです。で、こういうふうなアノテーションをしていることによって、で、これそれぞれの箱に、1位の ID をちゃんと付けていることによって、ユーザーが、まあ、ゲノムとかプロテオムの情報を取ってきたときに、まあ、その、それが、まあ、どこに対応するかという ID をつければ、マッピングすることができますので、例えばその配列と類似性を計算して、似ているものがどこにあるかっていうのをマッピングするとか、まあ、もし、あとはその、いろんなサンプルを組み合わせて、ここ、それぞれの箱に、まあ、どのサンプル由来のものがマッピングされるかというのが見れるような、まあ、そういう仕組みを構築しています。同じように、先ほどこれ遺伝子を対応させましたが、まあ、酵素反応であったり化合物のデータベースも持ってますので、現在1万ちょっとの反応と、まあ、2万弱の化合物がデータベースに登録されてますが、同じようにその化合物の情報、それから反応の情報が対応付けられていまして、でこれも例えばユーザーが、メタボローム解析をした、それからグライコーム解析をしたときに、まあ、代謝産物のリストが、何らかの形で、アノテーションされれば、同じように、再構築できると。すみません、配列類似性っていうのはちょっと間違いですね。で、同じように、まあ、代謝系だけではなくて、シグナル伝達系のこう情報なんかも、まあ、ケグには入ってますので、同じようなそのプロゲノムプロテオムのデータをマッピングするような機能というのが提供されています。で、さらにその最近はまあ、疾患とか薬、医薬品との対応付けもされていますので、まあ、そういう観点からこういうパスを見るということができるようになっています。で、まあ、そのデータベースの統合という観点から言うと、まあ、KEGG っていうのは一つのシステムですね。KEGG という一つのシステムの中で、まあ、すべて必要なデータを全部取り込んで、完結できるように、まあ、関連データを内部でこう全部統合しているという特徴があるかと思います。まあ、そういう意味で、その KEGG の中ではすごくこう統一感があって、中を知っていればすごく使いやすいということになります。で、中のデータで閉じている分にはすごく使いやすいと。で、その中ではその統一された独自の ID と、まあ、分類を使って、データベース中のオブジェクトを参照することができると。で、これは KEGG のいろんなデータベースパスウェイから始まって、ゲノムとか遺伝子の情報、それから化合物反応の情報があるということが書かれていますが、まあ、それぞれに、こういうその KEGG 独自の、オブジェクトに ID をつけまして、参照できるようにしていると。で、こういう ID を使って、その先ほどのパスウェイのどこにが、どの ID に対応するかという情報が記述されているので、その ID さえつければ、マッピングをすることができるという、まあ、割と簡潔したデータベースになってますので、そのパスウェイとゲノムとかパスウェイと化合物とか、そういう情報を統合的に、その中で閉じて使いたい場合には、すごく便利な、システムになっていて、よく使われているということになっていると思います。で、一方ですね、現在私が所属している、ライフサイエンス統合データベースセンターでは、もう少し、広くですね、いろんなところで作られているデータを、まあ、緩くというか、そこからさらにいろんな情報を引き出して使っていきたいといった人たちのために、セマンティックウェブという技術を使ってデータベース統合をするということを行っています。で、まあ、考え方は割と先ほどの KEGG の、まあ、中で、統合しているというのを割と外に緩く広げていくというような感じと似ているというふうに思えるんですが、一つの、まあ、いろんなデータベース、いろんなデータベースがありますが、それぞれのデータベースの中のオブジェクトにユニークな ID がになるように作りましょう、つけましょうと。それから、データベース間で、オントロジーというその、データをこう表現する用語であったり、それから分類群であったり、まあ、そういうものを、なるべく共通なものを使いましょうと。で、それらの間を、まあ、リンクでつないで、データベース間の、データの関係を
表現しますということを、まあ、これもともとはウェブ上 のオブジェクトをうまくこう統合して使うような仕組みとして、提案されているものですが、まあ、それをデータベースに応用していくということを行っています。でそれを表現する一つ のモデルとしてリソースディスクリプションフレームワークというものがあって、DBCLS でやっている統合というのはこの RDF と言いますが、まあ、RDF を使った、統合を行っています。でこれは主語と述語と目的語から、まあ、この3つ組からなるデータモデルになっていまして、データをこういう形で、まあ、つないでいく。で、あるデータが別のデータと、まあ、どういう関係にあるかと、それからあるデータの、例えば遺伝子の機能は何ですかとか、遺伝子はどう他のどういう遺伝子と、まあ、相互作用していますかといったような、まあ、そういう、関係を、グラフの形で表現していくということをやっています。でそういう形で、まあ、表現して、世界中のこうデータベースを、まあ、うまくつないでいけるといいですよねということで、まあ、いくつかの研究機関、まあ、データベース構築サイトと、まあ、連携して、まあ、そういうデータベースを今作っています。で、日本では先ほどのデータベースカタログを作っているバイオサイエンスデータベースセンターが、RDF ポータルというのを、まあ、DBCLS と一緒に作っていて、まあ、そこにいろんなデータを今 RDF 化しておいています。であとそのメジャーなところでは、例えばヨーロッパの EBI っていうその、電気配列のデータベースであったり、まあ、バイオインフォマティクスの、まあ、ヨーロッパの2大、サイトである EBI と、それからスイスのバイオインフォマティクス研究所で、まあ、これユニプロットを作っているところですが、まあ、そこの、ユニプロットのデータであったり、今反応のデータを RDF 化して、扱えるようにしている。で、英国の NCBI に関しても、まあ、化合物、パブケムの情報であったり、それから、パブケムバイオ発生であったり、メッシュの辞書なんかが、今メドラ、RDF 化されて、いることになっています。で、こういうその、海外のデータベースと連携して、まあ、いろんなデータベースを、まあ、緩く統合するというか、いろんなところから、共通な枠組みで参照できるようにしていくということを、まあ、やろうとしています。で、そういうのが、その、割と世界の中の、その、一次データベースの整備をする中で、進められていまして、まあ、例えば日本でいうと、先ほどのバイオサイエンスデータベースセンターで、データベース構築支援体制が作られていまして、まあ、今日、午後話があります、例えば JPOST のプロテオムのデータであったり、トースターのグライプ空間であったり、まあ、こういったものが、まあ、サポートされていまして、中身も、RDF で提供されているデータとして、得ることができます。まあ、それ以外に、まあ、先ほどの、NIH、まあ、NCBI であったり、EBI とか、スイスバイオメディクスインスティテュートの、データベースが使えるようになっています。で、まあ、こういうデータを含めて、まあ、先ほどの NBGC では、RDF ポータルというのを作っていまして、まあ、主にその国内のグループが構築されてきたデータベースというのを一覧できるサイトというのを作っています。これ今、26データセットで、先ほどの3つ組が今1000億ぐらいあって、まあ、それを、全部ダウンロードして使えますし、まあ、そこから参照して使うこともできます。でまあ、いろんなタイプのデータが、あります。で、まあ、その時に、まあ、先ほど の統合化の一つの重要な点として、共通の ID を使うとか、共通のオントロジーを使うということが、まあ、重要になってきますので、まあ、そういうものをガイドラインとして、DBCLS で作って、そういうのを準拠するように、やることによって、いろんなデータベースをそのまま統合できるようにしていくということをやっています。でこれちょっとまた別の、その形で、現在の RDF のデータの現状を示したものですが、まあ、例えば、糖鎖であったり、化合物であったり、プロテオムとかメタボロムのデータも、まあ、現在 RDF 化されているもの、それから RDF 化、されようとしているもの、進行中のものという形で、まあ、今後どんどん使えるようになっていくんじゃないかなというふうに考えています。で、
そういうその、DBCLS ではですね、そういうそのデータベースを、まあ、RDF 化して統合化するための、まあ、統合化支援というのも進めて、先ほどのようなデータサイトを作っているんですが、そこにこう、うまくアクセスして、まあ、いろんなその、アプリケーションを開発するための、まあ、仕組みであったり、まあ、実際にそれを使ってアプリケーションを開発するということもやっています。で、ちょっと、どれぐらい喋れるかわからないんですが。ですね、あと発表時間としては5分ほどありますが、はい、そうです、そういう感じです。わ、はいはい、かりました。そういう意味で、ちょっとミドルウェアは若干ちょっと飛ばそうかなと思いますが、その RDF 化されたデータを、そのプログラムから効率よく呼ぶための、まあ、いろんな技術開発を進めていて、まあ、ちょっといくつかのツールを紹介しようと思ったんですが、ちょっと今日は、飛ばしたいと思います。で、まあ、こういうその、ウェブ上で、検索してきた結果を、まあ、うまくこう、家で表示、可視化して、まあ、埋め込んだりする。まあ、そういう仕組みっていうのを作ったりしています。で、先ほどの、データの、統合化っていう意味で、ID の共通化とか、その、オントロジーの共通化とか、まあ、先ほどのその、ミドルウェアの開発とか、まあ、そういうものをやるための、まあ、ハッカソンっていうのを毎年、国際版と国内版と開催してまして、まあ、今年コロナの影響で国際版のバイオハッカソンが中止になっちゃったんですが、国内版は今のところ9月に広島で、やろうとしています。で、大体1週間ぐらい泊まり込みで開発と議論するんですが、ちょっとかなりソーシャルディスタンスを取りながら今回はやらないといけないという状況にはなっています。それから、もう少し技術開発も含めて、毎月2日間ですね、スパークルソンというのをやってます。これはもう完全に今、コロナの影響でオンラインで、プラグリっていうツールを使って、まあ、やってますが、まあ、それも興味がある人は誰でも参加できますので、覗いてみてもらったらいいかな。まあ、スパークルソンで検索すると出てきます。で、最後にちょっとアプリケーション開発のいくつかの例っていうのを、紹介したいと思います。で、まあ、こういうふうにそのデータをつないで、まあ、いろんなデータが見れるようにすることができるようになっているのですが、まあ、実際にどういうふうに見えるかっていうのも少し、お見せしたいと思います。で、まあ、ちょっと関係ありそうなのは反応とか化合物の関連情報なので、それについて少しだけお話したいと思います。で、まあ、反応は酵素、まあ、反応のデータが、まあ、結局にもあるんですが、RDF 化されているものとして、まあ、水素のグループが作っているレアという反応データベースがあります。それから、タンパク質ユニプロットというのがメジャーなものがありますし、まあ、反応に紐づく化合物の情報っていうのが、まあ、これもヨーロッパのグループが作っているケビーっていうのがあります。で、こういうのがもともと RDF 化されていて、メジャーなところがこう作っているデータベースとして、検索できるようになってるんですが、まあ、それをまとめて検索できるようにして、さらに、それにいろんなデータを紐づけてこう見れるような形っていうのを作るようにしています。例えば、化合物に関して言うと、奈良センターの金谷先生が作られているナップザックというのが、まあ、機能の情報なんかを、詳しく、登録されていますし、その生物種に関しては、例えば微生物の資源の情報であったり、微生物の用途の情報なんかが、これは、まあ、いくつかのサイトで作られていますので、そういうのが、まあ、見れるようにする、まあ引っ張り出せるようにするというような仕組みを作っています。で、例えばこれ今、反応の情報から、その反応を持つ生物種のうち、その例えばその酵素遺伝子とその生物種の形質がどういうふうに関係しているかというのが、これ、AgroLD というデータベースから取ってこれるんですが、まあ、そういうのを取ってきて表示するとかですね、まあ、先ほどの、化合物に対して、先ほどのナップサックの化合物の特性と対応する生物種の関係であったり、グメリカスにはその、まあ、これ、医薬品が多いですが、化合物の効能とか効果というのを、取ってくることができますので、まあ、そういうのを、芋づる式に取ってきて見えるようにするということができます。それから、まあ、生物種、今回その、出力式とはあんまり関係ないかもしれませんが、菌株の情報ですね、どういう菌株でどういう媒質で育つであったり、それから、その生物種、まあ、例えば酵母とかであれば、まあ、お酒で使われているとか、まあ、どういう用途で使われているかっていうものを、
登録したデータベースがありますので、まあ、そういうデータベースから、まあ、生物種の情報を紐付けて取ってくるということができるようになっています。で、同じようなことが、まあ、ゲノムでもできて、まあ、統合ゲノムっていう、これは、まあ、昔から作っているもので、まあ、いくつかの生物種に対して、NCBI のレフシックに登録されているものを中心に、RDF 化して、いろんな検索条件で検索できるようにすると。で、これもだから、いろんな、遺伝子についていろんな情報を紐付けることができます。で、これ一つの例なんですが、これ例えば PFAM のモチーフを、どの遺伝子がどういうモチーフを持っているかというのがもう、これユニプロットから紐付いて取ってこれますので、まあ、そういうのを使って、例えば複数の生物種間で、まあ、その、モチーフを持つ共通に持つ遺伝子がどれぐらいあってっていうような、まあ、そういうリストを出すことができますし、ここは今、ピアモチーフですが、例えばいろんなオーストログの情報であったり、他のアノテーションの情報を取ってくると。で、それで比較するということができるようになります。で、同じように、その、まあ、これちょっと飛ばしますが、変異の情報、日本人のゲノムの変異の情報っていうのが、今、日本のグループで集められていますので、まあ、そういうものを整理して、それに、例えばいろんな変異と疾患の関係であったり、他のいろんな医科学関連のデータっていうのがやはり RDF 化されていますし、パブメントとかその文献データも RDF 化されていますので、まあ、そういうのと紐付けて、まあ、いろんな情報を取ってくることができるというような仕組みというのを今作っています。で、資料分析インフォへのアプローチって書いてますが、ここなかなか、今日の話って、結びつけるのはなかなか難しいところはあるんですが、資料分析の結果から今、直接バイオのデータベースを算出するというのは、今のところまだ、簡単ではなくて、資料分析の結果から、こういうその実際のものへのマッピングが必要で、そういうのを、まあ、例えば、このオーガナイザーの吉澤さんなんかはコンピューテーショナルマススペクトロメトリーって言ってたかと思うんですが、まあ、そのツールいろいろあるので、まあ、そういうのを使ったり再解析ツールを開発して、まあ、そこのマッピングまでする。で、マッピングまですれば、今度はその、そのオブジェクトをパスウェイにマッピングしたり、いろんなその機能情報をマッピングしたりするってことは、これまでのバイオインフォマティクスのデータベースでできますので、まあ、そこの機能解釈なんかができるようになるということで、まあ、ちょっと2段階に分かれるような感じになりますが、まあ、後者に関して言えば、まあ、割とそのバイオインフォマティクス系の、これまでのアプローチで、解析ができるようになるというふうに考えられます。で、最後まとめですが、データ統合の必要性として、それぞれのデータベースの中でもいろんなデータの統合が、まあ、されていて、まあ、結局なんか特にそうですが、すべてデータを集めてきて、それが一つで扱えるようにすると。まあ、ユニプロットもある意味タンパク質の情報を、いろいろ集めてきて統合化しているので、まあ、そこからいろいろ情報を引き出すことができると思います。それから、データベース間を連携する上では ID とか、まあ、用語、まあ、オントロジーの、まあ、統一も含めて、まあ、いろんな、統合が重要になっていきます。で、我々が用いている RDF 化っていうのは、まあ、そのための一つの手段なんですが、やっぱり重要なのは、共通の ID を使うとか、オントロジーを使うという割とその、人手でいろいろやっていくところも必要になるので、まあ、そういうことをやるための、ハカソンであったり、そういうものをする必要が出てくるということになります。で、まあ、そういうことで我々のところでは、セマンティックウェブ技術を用いた、データベース統合を行って、まあ、RDF ポータルなんかでデータを公開するとともに、まあ、いくつかのツールで、そういうデータにアクセスするための、まあ、仕組みっていうのを作っている。で、割と重要なのは、こういう開発や利用者のための場として、バイオハッカソンとかスパークルソンっていうのを提供しています。で、まあ、今後その資料分析なんかでは、その先ほどの最後のアノテーション、機能解析とかのアノテーションをするために、タンパク質に紐づいているいろんな情報をオーソログとか、機能情報なんかを引き出してきて使えるようにしていくという必要が出てくるかと思います。以上、ちょっと最後駆け足になりましたが、DBCLS は、ずっと話が出てます、JST のバイオサイエンスデータベースセンターと、まあ、共同研究という形で、ここから一応、ファンディングを得て、
一緒にやっていて、まあ、今日の話は基本、この2つのグループ共同でやっているのと、あと一部 SIP の、プロジェクトでやっている話というのを話させていただきました。私からは以上です。どうもご清聴ありがとうございました。